さあやってまいりました。こんにちは。今日は桜も満開ということで久留米にやってきております。届けを出し、誰も文句言われませんので今日はあそこだけは伏せさせてください。届けを出しております。見てください、この桜、そして K スタジアム、はい、初めてですね。初めてです。1階にあるそうです。ゾリラジコースがですね、私自身人生初の、P タイル、はい、ずっとアスファルトとカーペットで生きてきましたので、はい、いろんな世界を知らないといけませんので、やっぱ家の中の買わず大会で散るにならずで行こうと思っておりますので今日は、見といてください。楽しみですね。これで持ってきたんですか。今日はですね、A86 スプリンタートレノ、はい、中身はあれです、製品化された LP86 ですね。これを使ってと、いつも自分が使ってるハイブリッドゼロですね、はい、こっちありますね、これですね。今日イニシャル D みたいですね。イニシャル D です。これは後で、します。取れるか分かんないですけど、吉田さんと私でイニシャル D の追走もやってみようかと。多分取れない、カメラは定点に、定点にしてですね、はい、ここの O さんに、はい、頭文字イニシャル O さんに撮ってもらおうと思いますので。カメラもおかしくなって。じゃあ行ってみましょう。あ、野田さんですか。はい。あ、すみません。はい、声が大きな声で言いましたよ。中村さんです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。花見に来ました。すみません。よろしくお願いします。あ、今日初めて熊本から参りました。いらっしゃい。あ、よろしくお願いします。そうですか。はい、もう誰だろう、カメラも YouTuber かな、YouTuber 再生回数はあんまり求めない YouTuber です、はい、ああ、見してない、うわ入ります、うわすごい、すいません、ちょっと集まってください、はい、さあ、隊長どうですか、初めての K スタジアム。すごいです。そこ3号線撮ったことあったんですけど、はい、知らなかったですね。すぐ入ってこれると、うん、大きな、なんか、女神の像あったのを覚えてるんですよ。久留米来るときです。なんか、女神像なんですか、女神。なんか、自由の女神みたいなのがありますよね。あれを覚えてて、あ、めっちゃ近いなと思ったんで。成田さんですね。あ、本当ですか。うわぁ、初めて。すいません。今日は、本当よろしくお願いします。人生初の、P タイルを、そう、しますので、いや、そうですね、ここに広がっているのが、はい、ピットですね。何してきたのに。いや、そうですね、ちょっと行ってみましょうか。はい、ちょっと待って、うわすげえな、すごいな。ちょっともう一つ道具を、そうですね、広さ的には、うん、熊本のラジ店よりちょっと広めですね。直線が一緒ぐらいかな、奥行きがちょっとありますよね、幅があるっていう感じですかね。はい、そうですね。で、周りは全てバンクになってます。本当だ。ということは結構行っても車両は壊れにくいですねということで、はい、ちょっとならば準備させてください。それでは、今日はですね、久留米市にある、K スタジアム、来ております。私人生初の P タイルということで、まずはグリップ走行から行っております。これはシャーシはですね、ハイブリッドゼロこのシャーシになりますね。いやー、初めての P タイル、もちろんミューは低めですけど、しっかりフロントに荷重をかけ、頭を入れ、いや後ろから押してをアンダーで加速する、こう基本的なことはアスファルトと変わらないのかなと思うと、あ、できてますね。まずはこのラインをしっかりですね、ちょっとラインはずれちゃいますけど、トップスピード、いかん、徐々にスピードを上げて、ちょっとドリフトの方も
全然あのミューの低い、やっぱり雨のあのアスファルトよりはもちろんミューが低いんですけど、車の姿勢の変化的には変わらないのかなと思いますね。しっかりこの辺の加速でも一回姿勢を作り直して、タイヤをいつもあの D ライクで走ってるセットのままタイヤだけ変えて今日はやっておりますけど、全然走れないことはないのかなと。これ姿勢を作り直して踏む、はい、止める、回転止める、あー失敗ですね。もう面白いですね、非常に。もう一回グリップ走行をしてですね、軽快なトークはですね、はい、じゃあ軽快なトークの方はあのトーク屋86の方に乗っておりましょうかね。トーク屋86、トーク屋ですね、トーク屋ではありませんけど、トーク屋86の後で86の方でしっかり話しますんで、書いて止める、この書いて止めるもやっぱ重要ですね、かなり。この書いて止める出ましたけど、はい出てますね。ピーターエル全然いけますね。このあのやってること一緒ですね。で返して、回で止めて展開させて、踏んで返して、で踏んで、踏んで踏んで踏んで、こう角度、あーつけすぎ、返して踏んで踏んで、姿勢が整ったら踏む、こうちょっとオーバース抜いて、正直言うとこっちの方が、今2台走ったんですけど、やっぱフロントにしっかり荷重が乗るんで、グリップ走行で走るときはしっかりあの一発目のダワ入ります、頭がクッと、やっぱ、自分が今 P タイルで、車の本当 の, あの素直なあのグリップ走行したいのであれば、やっぱハイブリッドの方が私はいいっていうか、思いますね。わかりやすい。わかりやすいです、本当。しっかりフロントにブレーキをかけて荷重が乗ってる時は、そこまでアンダーが出ない。でも、この重量配分でも、ちゃんと乗せないで、アクセル煽っとる状態でステアリング切っても、やっぱアンダーは出るし。でも、LP の場合は、やっぱもちろん、前が軽いんで、そのドリフトっていうか、もうオーバーステイが完全に出た状態であれば、安定してるんですけど、完全にそのフロントをしっかりこうグリップ力を使って、頭をこっち、フロントのグリップを使って頭を入れな、旋回させなっていう時は、ちょっと非日常的なところがある気がします。なんか車にはこっちが近いのかなっていう、やっぱりですね、感じれるところが、感じれるところですね、はい、なのでちょっとそれをもう一回グリップ走行で今から LP をしていきますんで、はい、見とちください。ところでどうなんですか、はい、初めての P タイルは。 P タイル、はい、面白いです。で、なんですかね、最初めちゃまず新鮮ですね。全部のコーナー、全部のストレートでいつも以上にやっぱ考えてるんで。なるほど、まあでもいつものところでも考えているんですけど、考えなんと思いながら走ってるんですけど、やっぱ自分の使わない脳が働いてるんで、もうここはもうなんですかね、もうどの瞬間
もう今からスイッチを押す瞬間、はい、もう分け合わせだらけ、分け合わせだらけです。ちょっと見てください。それが遠くで今日出てないんですよ、ね、出ないです。ちょっと静かなんですよね今日。いや、あ、やばいやばい、ちょっと邪魔しないように、こっちに、すいません、あ、ごめんなさい、失礼します。まずはグリップ走効果ですね、 LP のここで、あー、でもちょっと腕が上がったけん、オーバーで、あ、アンダー出なかったですね。ここで、あ、そうですね。アンダーが出やすいっていうことですか？アンダーが出やすかったんですけど、うんうん、腕が上がってしまったんで、出なくなりました、ね、うんうん。腕がですね。こことかでですね、あら、うん、ちょっと今、いや、多分ちょっと、オーバーになりました、ね。なんかですね、こういうところですね。ああ、今。こういうとこ、こういうとこ、はいはいはい、回復しないですね、今、ずっと、アンダーが。一旦アンダーが出た後、はい、ということですね。なかなか、だから、こんなアンダーってなかなか出ないと思うんですよ、うん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 、ブレーキをかけてもまだ回復が戻らないところは、うん、ちょっと非日常的なところがありそうな、なるほど。でもアンダーのそのいわゆるアンダーを出して、そこからグリップでこう曲げていくの練習の入りにはできるかな、うん、アンダーをまず作って、ここからこう回復させて加速、アンダーを使ってこう加速、グリップでコーナーを、こういう走り方も、まあ、あると思うので、うんうんうん、それを逆に出やすいんで練習しやすいかな。これでこうアンダーをスピードを合わせて、はい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 、こういうことですね。前後のタイヤのグリップのバランスグリップを戻しながらは、まあ、自分ともう宮本さんも一時期ハイブリッドでアスファルトでやってたんですけど、こっちの方がなりやすいかなっていうところがあるんで、まあ、ただハンドルを切るとアンダーが出やすい、ね、もちろん出ます。もう切るだけで出ます、うんうん、でもハイブリッドでアンダーを出すというならしっかりリアにこう食わせた状態で切らんと出てなかったと思うんですけど、うんうん、そのプッシュアンダーの状態でのアンダーステアですよね。そうです、そうです。アクセル入れてる状態でのアンダーステアということですね。そうです。でもちょっとそれは今から出さないように、今から出るのは失敗なんで、今からそれを出さないようなグリップ走行、うん、グリップで走っててアンダーが出るんであれば先にオーバーを出す、あ、これ出しすぎですね。ちゃんとギアでコントロールできるプッシュアンダーからのオーバーステアに持っていくっていうこと。オーバーステアに持っていくってこと。さっきのですね。うん、うん、今みたいな感じですね。こんな感じ、はい、こんな感じ。アクセルを入れてる状態でアンダーになってコントロールできてる状態からオーバーステアに持っていく。確かに分かりやすいかもしれないですね。こっちが分かりやすいですね。ディタイルだったですね。自分でアンダーステアからのオーバーステアを出せるっていうことですよね。そうです、そうです。アクセル入れた状態で。すいません、ね、じゃあ決めてくださいね。次、じゃあそろそろ決めていいですかね。決めていいですよ。普通にちょっとここでアンダーから、あ、そうそうそう、あ、いやいや、いや、今、はい、あ、やばいやばい、こうなってしまうんですよね。うん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 、あー、ダメ、ちょっとダメダメダメ、難しいな。コントロールができるプッシュアンダーの状態でモーションに入るということですね。プッシュアンダーの状態。そこからのオーバーステア。オーバーステアで、あ、そう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 。で、アンダーを出しても、ちょっと大げさにしたんですけど。うん。ちょっと速度上げていいですかね。いいですよ。Thank you.
あーそう、アンダーユーですね。失敗するな、難しい。もう一回だ。あーでしょ、もうちょっと待ってください。トーク屋さんはまだ炸裂しません。トーク載せておりません、まだトーク。いやでも分かりました。いいっすね、いいっすね、いいっすね。いいぞいいぞ。いやでもいい、だいぶ慣れてこられてるんで、ちょっと必死こいてますけどね。あ、引っかかった。でも、引っかかったのがうまい以外に助けてくれて。いいよ、いいよ、いいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。いやいやいや、楽しいです、ちょっと。いやいや。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、でも、面白いっす。いや、ちょっともう一回後ろに行かせてください。すいません。めっちゃ面白い。でもなんかだいぶお互い成長しているのが分かります。お互いに。Thank you.
いやめっちゃこれもうあの本当勉強になってますもん本当もう本当だいぶなんか本当危ない。いや面白いなちょっと。踏んでる踏んでる。あー失敗した。めっちゃ出るんですよね。このミューが低い時こそ。だけどもう一回その。どういう荷重を後ろに移すとか、やっぱ4つのタイヤをどう使うかをいろいろ考えてみようかなと思ったですね。なんかその、アスファルトだったらそこすらやっぱこうカーペットの方がごまかせるとか言った時もあったんですけど、うんうん、アスファルトだからこそごまかせとった部分もあったのかな。なるほど。このピータイルだからごまかせるところもあると思うんですけど、ごまかせない部分もあるんですよね。だけど、それを、思いましたね。いやー、どうやったの？さあ、隊長どうでした？初めての P タイル。いや、まだ下手くそでした。とりあえず。難しかったです。でも、難しかったですか？なんですかね、もう一回改めて考えさせられた部分がいろいろあり、まず方法。まずタイヤの食わせ方ですね。もうリアタイヤを食わせる、フロントに外側のタイヤに乗せた後リアタイヤに移す、これとか旋回角度、うわーオーバーすぎた。あとこう車を止める、はい、止め方、この向きを変えて、この着地ね、こういうところがやっぱ自分のガサツさが顕著に出ましたね。なるほど。いやほんと全くコースを走れないわけじゃないんですけど、うん、もっとなんかもっとやっぱできることがあるんじゃないですか。あるはずです。あるはずなんですよね。あーってなるんですよ。ほらこういうところですよね。まだまだ長い R のあるコーナーをただ一定の速度で行ったって仕方ないと思うんですよ。じゃなくて、うん、こういう低速は逆に私はなんか分かりやすいんです。まだなんかやることが次々来るんで、失敗する前にやることが来るんで、いいんですけど、この向こうから帰ってくるところですね。これ、この返して、ここで、この角度と、このアクセルを入れて抜いてとかが、全然まだ分かってないなと、思ったところでしたね。まだ感じれてないってことですね。はいはい。まだ今ガサツになる。
さあ今日の総括をお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。総括、あの LP86、 あのそのまま作った素組みの状態ですけど、はい、まあこれ以上いじることもありませんけど、あの十分走りました。で他の来られたお客さんと走ったんですけど、はい、もう同じ車両なんで、うん、車の流れも一緒ですし、うんうん、自分も腕もまだまだ、今日来られた方はもちろん初めてだったので全然慣れないプロポに苦戦されてたんですけど、もうお互い成長してですね、本当初めて今からやろうという人はやっぱこれやっぱ1台買ってみんなで一緒に練習して、やっぱその挙動が同じように出るんで失敗も出るたら分かるしですね、はい、その挙動をどういうふうに修正したらいいかっていうのも教えやすいのかなと思いました。はいはい、Tタイルまた挑戦しますので、はい、一回アスファルトに帰って、はいはい、練習していきます。今日本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お願いします。無人のお返しですね。あ、はい、ありがとうございます。ね、持って帰ります？ソフトミルク2つとも一気に飲みます。あ、いや1個持って帰って1個は飲みます。あ、わかりました。はい、じゃあ1個持ち帰るようにしておきます。はい、持っていきます。そうです。あ、ポイントカードでもらいます。すいません、ちょっとお待ちください。撮影されてますんで。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。なんかちょっと5分いいですか？めっちゃいい感じで声入ってます。いいですか？ちょっとインプレいいですか？ちょっと帰ってきて、さあ戻ってきました。 あそこからですね、Kスタジアム、Kスタジアム、あそこ戻ってまいりました。なんかあそこたまにやっぱ行くといいのかもしれないですね。見えなかったものを見させてもらって帰ってきましたよ。見えなかった。どうでしたか？思った以上に走れ、あ、でもまあそんぐらいですかね。感じたことを聞きたいです。感じたことを、はい、すいません。体調が走れたか走れてないかとかは全く興味がないんですよ。そうですね、はい、何かを感じたことを教えてほしいですね。PタイルはLP も面白いですけど、ハイブリッドも面白かったです。何を面白い、根拠に面白いと言ってるかというと、うん、カーペットは LP でいいのかなと思ったんですよ。うんうんうん、なんですかね、そのやっぱカーペットとは違う感じですか？違いますね、うん、回したら食うっていう感じじゃなかったですね。やっぱちゃんとこの回って止めて加速してやらなんていうか、でも失敗、なんだろう、ただ向きを変えてガーッと踏めば前に出るかっていうとそうではなかった気がしたんですよ。うん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 、なのでちゃんとこのアスファルトよりもミューの低い感じ、うんうんうん、だったので、でなんだろう、ちゃんと Pタイルでしっかり実写感を勉強するのはいいと思います。すいません、話せないな。でもなんでハイブリッドが面白かったかというと、うん、グリップで走ったんですけど、こう普通にこうやってですね、うんうん、走ってる時になんか私もその車の限界値がわからないけど、なんかアンダーステアとかオーバーステアの出方がやっぱり車らしいんじゃないかなというか、うんうん、ありがとうございます。なんかその Kスタジアムさんで走ったんですけど、やっぱ LP はどうしてもリアヘビーなんで、車って多分 FR の車はほぼフロントヘビーな気がするんで、もっとグリップで走ってて減速時にステアリングを切り込むとある程度こう頭は入ってくれると思うんですけど、ちょっとアンダーが強いところがあるんですよ。だからそれなりの乗り方をしてやらないといけないんで、
そこがちょっとやっぱどうしても重量配分がかけ離れてるっていうか、グリップで走ろうと思った時に、グリップの時、はい、ドリフトになってもうリアがいわゆるこう旋回中は全然それは関係ないですね。カウンターがやっぱ当たり始めてるんで、でもハイブリッドかなり良かったですね。面白かったですね。また行きますか。ちょっとあと何回か行って上手くなりたいな。上手くなりたいっていうか、どの路面ミューでもやっぱちょっと対応したいというか、感じれるものがありそうですということですね。もちろんこのアスファルトの方が難しいところもあるけど、Pタイルの難しさもあるから、なんかそこで頑張ればまたこっちで余裕が出るというか、なんか行きましょう行きましょう行きましょう。ちょっと今撮ってもらってますけど、今から行きますか。今から行くぐらいなら、うん、宮本さん待っとった方がいいかなと思います、ね、うわー、あおー、危ない危ない。そうですね、今のところのコントロールとかも P タイルをでなんか感じたことが増えたから、今のギリ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 だったですね、ような感じの、いや、やっぱ何でも走ってみていいんじゃないかな。だから雨の日で走るのもいいと言われるところなのかなっていう、まあ実写もそうですけどね、はい、っていうな。ラシコンは雨の日は走らない方がいいと思います。今回めっちゃ走りましたけどいや面白いな、早く宮本さんと走りたいな、宮本さんと走りたいなすぐそこにいますよ。はい、すぐそこにいますよ。いますね、はい、緑の FD って言われたけんですね。もう誰も根に持ってるな。黄色の FD って言ってくれんかな。YouTube、ま、走りにやっぱ魅力がないんですよ。おなんかおお、なんか今一瞬、ありがとうございます。今日は本当皆さんありがとうございました。本当ということで、隊長が突然皆さんのサーキットに行くことがあるかと思いますが、はい、優しい温かい目で守ってあげてください邪魔しに行きますんで、本当好きなことを好き放題言ってますから、はい、そういう性格。あ、俺俺はおおっていうところで一旦今日の遠征終了でございます。ありがとうございました。